はい、どうも食ハンター滝本明です。本日は、ですね、私は道東の海に浮かんでおります。昆布漁をですね、飽きなんている漁師の秋さんにですね、いろいろとご案内いただいて、まあ、昆布漁のね、作業の見学なんかをさせてもらったんですけど、その後でもしよかったらちょっと沖で釣るかいなんて声をかけていただきまして、今そのオーシャンマップ港の沖合にですね浮かんでおります。これも下あれなんですか、全部磯みたいな感じになってるんですか、はい、じゃあちょっと、はい、じゃここで釣りしてみたいと思います。ちなみにこの辺で釣りされたことは過去に何回か、はい、何を釣れました。油っこに、はい、カジカ、はい、はい、なるほどなるほど。じゃあなんかやっぱ北海道オールスターズ的な、あれでもあっちだとアイナメは高級なんだもんね。高級ですね、まあ、それこそ何が釣れても嬉しいんでね、本当に何でもいいから来てほしい。まあちょっとしばらくやってみて。あ、ね、来た、なんか来た、なんか来た、お、いきなり来た、いきなり来た、ゴンっていうかグイッと引っ張られた感じですね。ゴンゴン引くな。カジカだ、カジカ、カジカだ、すごい。何カジカだろう。あとなんか口からなんか出した、チカ。あ、そうだね、なんか吐き出しましたね、うん、これ食ってんだお前。そっか、やったー、ファーストフィッシュカジカ、嬉しいです。嬉しい、めっちゃ嬉しい。この辺ってちょっとあの脂っこと違う、普通のじゃない脂っこみたいにいますよね。ウサギアイナメって呼ばれてるやつ、なんか赤いやつ、うん、あれが何、ウサギ、全部ウサギじゃないの。あ、全部ウサギなんですか、こっちは。違うのかな、全部ウサギだと思ってた。おー、重量感、重量感。あ、どんこちゃん。どんこだ、どんこなんて釣ったことないよ。どんこが釣れた。いるんだ、どんこ。知ってたけど、どんこ自体は。あれ、これ、根ばかりか。いや、だいぶじゃない。お、なんだ、なんだ、なんだ。おー。ド迫力。あれ、顔持ってきて、あぶらっこだ、あぶらっこ、あぶらっこ、うわ、ほんとだ、うさぎアイナメじゃん、噂をすれば。おお、やったー、これうさぎかい。そうです、これうさぎです。うわ、これ狙ってた、これ狙ってました。やった、そこ、これを狙いに道東に来たんですよ。やりました、うさぎアイナメです。赤い赤くて顔がちょっとこうウサギめいてるのかな。小学校の時魚図鑑を買ってもらって以来ずっと憧れの。そんなの、はい、マジ根がかりだと思った、うん、やった、嬉しい。これでも何本、40ないか。いや、40はありますね。50はないかな。46、46、結構いいサイズですね、うんうん、やった、ありがとうございます。あ、なんか食ってる、コンコンコンって言ってるんで。あ、ほら、来た、来たね。お、またすごい、またすごい、そうそう、ありがとうございます。すごい、2匹目だ、うん、やった、また釣れました、ウサギアイナメ。同じくらいかな、サイズ的には。あ、そうだ、これ大事なこと言わないといけなかった。これ、あの、先日、松尾さんからご掲載いただきましたファビュラスというね、釣り竿で釣ってますけども、こんなアイナメもバンバンかけられるぐらいいい竿です。ありがとうございます、松尾さん。じゃあ美味しく食べるために生け締めをします。脳天締めですね、うん、よいしょ。で、血抜き、ベラを切ると。そうですね、ベラの下を切って、で、次は全部置くと。はい、ですね、まあ、今回釣れたね、魚を水場をお借りしてですね、ちょっと処理させてもらえることになったんで、やっぱり、ね、お腹出しておかないとね、まあ、関東に送っても鮮度が落ちちゃいますから、お腹とエラはね、出させてもらいます。ここでありがたいことです、本当に。すっごい内臓脂肪なんだけど、このウサギアイナメという魚ですね、あの、こちらでは北海道ではアブラコというふうに呼ばれています。まあ、アイナメの仲間をね、一通りアブラコって呼ぶんですけど、なんかどうもアブラコの中にも何種類かいるっていう概念は北海道の方にもあって、ざっくりとアブラコって呼ぶやつとハゴトコって呼ぶやつがいるらしいんですよ。で、ハゴトコっていうのはアブラコって呼ばないアイナメの仲間、エゾアイナメとかをハゴトコって呼ぶ。普通のアイナメが釣れる地域は、あの、これをハゴトコって呼ぶこともあるらしい。このウサギアイナメと普通のアイナメが、あの、分布域が分かれてて、特に道東に来るとこっちがメインになるらしいんですよ。だから道東の人はこれをアブラコというふうに呼んでるみたいですね。エラも抜いたし、これで氷でキンキンに冷やして持ち帰ればいい感じに熟成された状態でうちに届くでしょう。
はい、ではこちら持って帰ってまいりましたウサギアイナメさばいていきたいと思います。こちらですね、現地ですぐに内臓を取った状態で、で、発泡に入れて、それの上にですね、コンビニで売られてる、カチ割り氷ですね。袋に入った氷をその上に乗せたんですけど、その袋の氷の中にですね、やっぱりコンビニで売られてる塩をドサッと入れます。そうすると、まあご存知だと思うんですけど、氷に塩をかけるとすごい冷えるんですよね。マイナス10度以下になります。で、その状態で冷蔵で送ってきました。そうするとね、やっぱりね、すごくて、氷自体はね、塩をかけたら溶けてしまうんですよ。なんですけど、クーラーバッグの中はですね、ほぼ0度に保たれてました。ほぼ0度で持ち帰ってこれたんですよ。釣ってから5日ぐらいですかね。で、無事ですね、今、このような状態になっています。で、まあ、熟成によってね、多少ね、柔らかくなってはいるだろうけども、身の張りみたいなのはかなりあって、これ、5日前に釣れたやつなんだよって言っても、多分みんな信じないんじゃないか。それぐらいね、いい感じに仕上がっております。冷凍しちゃうとね、やっぱ食感がね、崩れるので、冷凍はしたくなかったんですよ。熟成も兼ねて、血抜き、内臓を取った状態で、チルドで、数日ね、かけて、で、再び手元に置くと。そういうイメージですかね。さて、今回のね、このウサギアイナメ。じゃあ、普通のアイナメより大きくなる種類で、日本に生息するアイナメの仲間の中では最も大きくなる種類。だそうです。世界的にはですね、こちらのウサギアイナメの方が、生息域が広くて一般的な存在らしいです。なので、水産資源としても、こちらの方が多く利用されてるんじゃないかなという気がします。なんででかくなりますしね。でも、じゃあなんで日本では普通のアイナメの方が人気かっていうと、やっぱりね、その評価を見ると味が全然違うと。普通のアイナメはですね、まあ、かなり人気が高いので、北海道でもそんなに安くはない。まあ、高級とは言わないけども。まあまあいい値段がすることもある。なんだけど、このウサギアイナメはそんなに価値がない。なんか投げ売りに近いような状態で売られていると言われています。まあそんなわけで大きくなるけど、食用価値としてはそんなに高いとは言えないのがこのウサギアイナメというか。ちなみに引きめちゃくちゃ強かったよ。まあ竿ぶん曲がったし、リールのドラグがジリリリリリって出まくってたからわかると思うけどさ、普通にハリス3号だ、終わったって思ったもん。あ、切れるって思ったもんね。感覚的には普通のアイナメより、ウサギアイナメの方が引き強い気がしたなぁ。はい、3枚に下ろしてみましたけども、今回のやつね、やっぱね、お腹出してた時にめちゃくちゃ脂乗ってたんですよ。多分旬が今だね。これは美味しそうです。ただし、やっぱちょっとこう、水分は多そうな感じはあるかなぁ。さて、で、まぁ、今回初めてですから、まぁ、ちょっと生で食べてみたい思いはあるんだけど、生で食べて果たして美味しいかどうかっていうのはあるよな。今せっかくだからちょっと味見してみよう。いただきます。ああ、なるほど、悪くはないけど、やっぱちょっと水分多めな感じはするな。まあせっかくだから加熱と生とどっちもやってみようか。生の方はね、水分抜きたいから昆布締めにします。皮が厚いから引きやすいね。あ、でもなんかちょっと今こんなに皮が厚かったら皮ごとの刺身にした方がうまそうな気もするなぁ。半分そうしよう。湯引きがいいか焼き霜がいいか。でも皮分厚いってことは湯引きの方がいいかな。こっちはね、昆布締めにします。昆布はもちろんおしゃマップの長昆布ですね。こうやって細いやつなんでね、ちょっとこうやってまあ貼り付ける感じにはなりますけども、ちょっと水分多いし長めに置くか。半日くらい置いちゃおうか。こっちもせっかくだから昆布締めにしつつ湯引きにすっか。はい、じゃあこれで、少し締めます。はい、というわけで締め処理が完了したウサギアイナムがこちらです。おお、かなり締まっとる。水分相当抜けたね。これこのまま焼いたら美味しい干物としていけそうな感じだけど、今回はお刺身にしようと思います。ここまでカリカリに水分抜けたらハムと言ってもいいでしょうね。端っこの方とかもうなんかパリパリになりつつある。はい、じゃあこちら沸騰したお湯を、結構皮分厚いのでしっかりかけてあげないとダメだね。で、湯引きしたものを冷水にとって残った鱗とか落とす。これが結構大事。結構やっぱ鱗が細かい魚だから、取り残しの鱗があるな。真ん中に一本。
てから。よし。OK。さて、加熱料理の方ですけど、まあ、いつもなんだかんだで、ムニエルばっかりやってる気がしたので、今回はちょっと別のにします。ポワレ作ります。ムニエルとポワレの違いは、まあ、オリーブオイルを使うか、バターを使うかっていうところ、一般的にはね。あとはまあ、粉、衣をつけるかつけないか。つまり小麦粉をはたくかはたかないかですね。で、まずですね、潰したニンニクをたっぷりのオリーブオイルの中でじわじわ熱して、香りを油に移す。このね、じわじわはね、本当にね、速度が遅ければ遅いほど良いということを先日ですね、知り合ったシェフに教えていただきました。で、香りがついたら取り出して、で、身を焼いていきます。粉をはたかないので、跳ねないように注意が必要です。で、まあ、基本的には、僕の場合は、たっぷりの油で揚げるように焼きながら、まあ、皮面しっかり焼いて、裏面しっかり焼いて、蓋して中まで火入れてからもう一回パリッと焼き上げておしまいみたいな感じしてるけど、多分まあ本当はもっといいやり方あるでしょうね。僕はそうやってる、そうやって作ったのが好きっていうだけです。焼くときはあんまりこう必要以上に動かしすぎないというのも大事ですね。まあ、しっかり焼いて、ひっくり返してしっかり焼いてみたいな感じかな。はい。完成したと思います。行きましょう。オープン。おー。いいじゃないですか。はい。それでは完成しました。うさぎアイナメの昆布締め2種ですね。そして、こちらがポワレでございます。食べてみましょう。まずはやっぱりこの昆布締めからでしょう。表面がキラキラしてるの、これ多分油だね。いただきましょう。塩味結構強いと思うから、そのまま。これは美味しい。本当に生そのままで食べた時に感じた水っぽさとか淡白さっていうのはやはり水分を抜くことでその欠点を抑えることができた。水分を抜いたうさぎアイナメの身はすごい弾力があってゼラチン質が豊富なのを感じさせます。筋肉はみずみずしいけど水っぽいということはなくなっているのでなんかすごいプリッとしている。で、筋繊維が割と太くて噛み応えがあるんですよ。身全体にもなんか油が入ってる、刺してるような感じがありますね。じゃあこちらの下側は昆布締めして、上は皮があるので昆布締めしてないんですけど、湯引きにしたものですね。うん。あ、これすごいうまい。やっぱりこう皮引いて昆布締めしたやつよりも、水分が抜けにくい分、水分が残っていて、でもそれが全然生臭くなくて、やっぱりね、水っぽいって感じはしないです。みずみずしい。弾力があるのに噛むとみずみずしいっていう感じ。で、皮がですね、すごく分厚くて、それがプリプリしてて、その食感の良さも、まあ、特筆すべきとこですね。あと、皮下脂肪がすごい。うん。アイナメと比較するとね、やっぱりね、こっちの方がね、もともと水分は多いんだろうなっていう感じで、味もより淡白なんだけど、素直なんですよ。その素直さが昆布との相性いいだろうって思ったけど、やっぱ抜群にですね。うん。ポワレの方、行ってみましょうか。おー、柔らかい。ホクホクホロホロしている。いただきます。しっかり火を通した皮は、プリプリからトロトロになります。ジェラチン質が多くてトロっとしてる上に、皮下脂肪がすごいので、口の中でふわーっとほどける。ホッケの身に似てますね、すごく。ほろっとしている。で、しっとりしていて、ジューシー。ホタテ貝のような質感もありますね。これもやっぱり身の味が淡白で素直な分、油とか塩コショウとかとの相性が抜群にいいんですね。うん。お酒は、これかな。ででん。純米大吟醸、太み。これはですね、なんとね、チョコで有名なロイズが作っている、日本酒です。北海道の、まあ、酒造公的米である銀風というのを使って作られています。精米倍35です。すごい削ってます。なので、そのお味は、非常に透き通ってる。で、これ北海道のお酒に共通してるんですけど、あんまりすごい辛口だっていうのはない。と思ってます。ちょっと甘さが残る。これは寒い土地だからなのか、北海道の人のその趣向がそうなのかわからないけど、だから辛口でどんなもの料理にも合うっていうよりは芳醇な味わいのものの美味しさをより立てるみたいな感じですね。合うなんてもんじゃないもん。パーフェクトだ。パーフェクトです。
当然皮がついているやつとも、うまい。うま。当然ポワレみたいなね、しっかりと油を使った料理にも合いますね。まあ、しかしこうやっていろいろ作ったけど、一番美味しいのはやっぱこの皮付きの昆布締めかな。ついでポワレかな。普通の昆布締めはね、美味しいんだけど、うさぎアイナメの個性を完全に消し去ってる料理とも言えるかもしれません。本当に淡白で、すっきりした味わい。まあ今回ね、うさぎアイナメっていう魚をね、まあ初めて釣って、初めて調理して、初めて食べましたけども、味を一言で表すと、まあ、大きくて淡白なアイナメという感じがやっぱあると思います。水分もアイナメより多いし、でも水分を抜いてあげたりとか、あとその皮の分厚さね、油の乗りもすごくやっぱあるので、水分を抜いてあげるとかじっくりソテーするっていう考え方もやっぱりあると思います。それでね、水分を抜いてあげて味を濃くしてあげたら一級品。味が淡白で個性がないと思われるっていうのは、それはすなわち逆に考えるとどんな味付けでもしっかり乗ってくれるってことでもあるので、まあ、この魚がね、海外で好まれてるっていうのは、やっぱ油を使ったね、魚の料理をすると、これはすごいこのうさぎアイナメ魅力が立つなあという感じがあるので、それでしょうね。まあフィレにしては結構な肉量を取れる上に、加熱すると身がキュッとこうより縦に縮まって、でここがジューシーさが残るのね。これはね、やっぱりね、いい特徴だと思います。まあ、だから海外でね、この魚がね、フィレで加熱するのに好まれてるってのはすごいわかるし、まあ、今回ポワレにしたけど、まあ、皮付きでフライとか、まあ、グリルにしてもいいし、バターでソテーしてもいいと思うけど、ともかくそういう食べ方がすごく美味しい魚だなっていうふうに思いました。まあ、もしね、見つかっても多分すごい安いと思うので、これのフィレがあったら、それ買ってね、揚げたり焼いたりして食べるとすごい満足できると思うので、おすすめです。僕はこの魚かなり好きになりました。釣った時すごい引くしね。だけど、まあ子供の時からね、憧れてたね、あのアイナメ族の中でも最大のサイズになるウサギアイナメと出会えてね、食べることができてよかったなというふうに思います。この感動が伝わると嬉しい。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。